終わったはずのタイガーファンディング、ここで志願者の相方が登場する。一体何を語るのか。あ、すいません、タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。中断されたタイガーファンディング、その直後、志願者の選定に疑問を持つ桑田が岩井を志願者の席へと座らせる。ちょっとね、やっぱやばいっすよ。やばい。いや、ぶっちゃけこんな志願者出すんだったら、やっぱり僕らの時間もそうだけど、そのまあお金もそうとかいう以前の問題だと思うんですよね。はいはい。もうなんか資質がやべえというか、うん、で結局なんか利用されるだけ利用されて、はい、でなんかなんすかね、本当に出したい志願者なんてもう出てこなくなっちゃうみたいな、うん、結構令和の虎の危機かなと思ってるんで、なんかこの場でなんか、はい、あの僕なりの持論はあるつもりでいまして、あの僕はすごく真っ当で本当にお金が出そうな志願者ばっかりをここに呼んでるつもりは最初からないんですよ、うん、そもそも、うん、でこれは、批判を浴びてでもあえて言わせていただくと、僕これやっぱりバラエティだと思ってるんですね、うん、エンタメだと思ってるんですよ。なのであの未完成の人が出てきてもそれはそれで良しだし、すべ、うん、てちょっとおかしいなと思う人を止めることはしていません今まで。なるほど。ただ今日の彼に関してはやっぱり確かに反省点もあります。もっと掘れよと、もっと掘り下げて彼の本質に聞いとけよって言われるかも分かんないですけど、やっぱり言わないですよ。いや僕じゃなくてもいいんですよって言った瞬間に僕沸点プシューですよね、はっきり言って。だったらてめえこんなとこ出てくんじゃねえよっていう、だそこは本当にあのすいません、あのうちの担当も申し訳ないのかも分かりませんけれども、やっぱりねどこまで行っても読めない部分はあります。これは正直なところです。なるほどね。あのやっぱあの岩井社長がよくあの志願者に怒るじゃないですか、はい、けどその志願者をきっと事前審査されたあの社員さんがあの岩井社長のチームにいらっしゃるわけじゃないですか。そうです。なので、はい、あおかしいなと思ってたんですよ、はいはい、なんですけどそういう意図があったんですね。 ある程度まともな人だけを通してるわけではないっていうことですね。そうですね、ま、なるほど。でも今日の彼って皆さんを挑発してるのか何なのか、うん、確かにおっしゃったように答えに対してそりゃそうですねっていう答えは、ま、全くなくて、うん、いや僕はこう思ってますねみたいな、うん、ちょっと舐めてんのかこいつってしか僕は思えなくて、うん、でもそういうことって事前の面でやっぱり現れないんですよ、うん、なるほど、はい、あもう事前に一回お会いされてるんですか。もちろんです、会ってます。でその時にはよもや自分じゃなくてもいいんですなんてことは一言も出てきてなくて、なんか何がやりたいかも分からずで、あのまず最初から重みなかったですよね。いつもはなんか志願者の方のすごくあの気持ちとかが伝わってきてスタジオの空気が重くなって真剣にこちらも考えなきゃっていう、最初からその空気が軽かったので、うん、何がしたいのかなみたいなね、そういう回だったなと、はい、よくあの番組の中ではあの東間社長が聞くことだと思うんですけど、はい、基本的ななんかこうどうですか数字の面とか、その結構基本的なことを全部東間さんって聞いてくれる気がするんですよ、なんか僕のイメージなんですけど、はい、それをしてればこの人は考えてないってことが判定できたんじゃないかなっていう志願者は何人かいらっしゃって、僕の中では。なので例えば僕がその志願者を事前に面談してたら聞いたらこれやばいかなって分かるんじゃないかなっていう気がしてて、でも見抜けないってことなんですよね。いや、見抜けないというよりは、そこがもし完璧だ、な人たちばっかりを集めてきたら、どうなんだろうって思いはあります、うん、なるほど、本当に逆に、はい、僕はそれを最低限のことが揃ってないとなんか議論にならないなみたいなのもあるんですよね。うん、そのどこで場所とか考えてますって言ったらどこでもいいんすよって言ったらどうおおみたいな感じで、例えばこの原宿でどうでこうでっていうふうにあるとなんか話せるかなみたいな。分かるんですよ。あの、でもなんかこの限られた枚数の中で、あのその一個一個詰めていかなくてもそんなことぐらいちゃんと自分で考えてきてるくれてるだろうっていう性善説に基づいてます、うん、僕は。なるほど、はい、あのやっぱり世の中にこんな変なやつがいると、そしてこんな変なやつのこの会話によってこんなことになるんだっていうことを視聴者の方々が画面を通して学ぶ
学んでいただくこともありかなといつも思いながらやってます。なるほど。これは正直なところです。こうはなるなよみたいなところもあります。いや、僕も岩井社長の狙いはめちゃめちゃ面白いと思うんで、全員なんか足蹴りしろとかは全然思わないんですけど、はい、なんか最低ライン欲しいかなとは思いました。